はい、皆さんこんにちは。今日はハオロチアオブツーサニシキのバリエーションということで、先日紹介した紫オブツーサニシキや、丸窓のオブツーサニシキ以外のオブツーサニシキをご紹介していきたいと思います。それでは早速1本目からいきます。前と紹介するものはダブってますが、成長記録ということで見守ってください。こちらが聖蛇伝になりますね。聖蛇伝はいただいた大切な苗です。やっと葉っぱが動き出して、前よりも葉っぱの数が増えてきたように感じております。はい、続いて、夏祭り錦×水晶オブツーサーということで、ヤフオクで購入した苗です。丸窓というまん丸ではないんですけども、尖ってはいませんね。窓は尖ってはいないようです。こういうものも私の、目標として紫オブツーサーと交配して種を取って実生したいという思いがあります。はい、続いても、右の先ほどの苗と同じ感じにこれは見えますね。ただやっぱり窓の形は少し違うのかもしれないです。腐の入り方はいいんですが、この苗は、先ほどの苗もそうであったんですけども、やたら小吹きしまくってますね。こういった葉っぱの間からどんどん小吹きしてきてますね。私あんまり小吹きは歓迎しないんですよ。小吹きすると形が崩れるということになりますし、どんどん小吹きしちゃうものっていうのはなんとなくこう ありがたみがない感じがして、増えすぎるものはあんまり好みではないですね。未生に使って丸窓のオブツーサ作るっていうことでは、この苗もいいものなのかもしれないです。はい、続いてはやたら黄色く見えます。黄色く見える、ほとんどノリ風というより全粉に近いのかもしれないですね。ただところどころに葉緑素があるみたいで、このまま成長をしていくと、ノリ風に変化してくれればいいなと思いながら栽培してますけども、難しいかもしれないですね。はい、で、ドドソンの紫オブツーサ、これは何本もあるうちの一つで、未生の交配をするならこの花粉をつけたいということで、そろそろドドソン紫オブツーサも花が上がる時期になってきてるような感じがします。花芽が顔を覗かしていますね。はい、続いては、セタータ交配錦×オブツーサということで、セタータ交配よりも葉っぱがふっくらしていて、尖ってる葉っぱは変わりはないんですけども、葉っぱがふっくらしてだるま葉になっていそうな感じがします。これも花芽が上がってきているので、またこういった苗に、メリクリの時に使ったピガスの選抜養成などの花粉が時期が合えば、その花粉を使って種を取ることによって模型模型の斑入りの苗ができそうな感じがします。はい、続いてはとても小さい苗ですね。管理名スモールワールドスモールワールドっていうことにしてますけども、何年も経過してるんで、もうこれで大きくならないんだと思います。サイズが2センチちょっとあるでしょうか。ちょっとわからないですけども、小さくて可愛いですね。で、かなり派手に見えますけども、手前側には葉緑素が多くて、反対側にも窓の色を見ると葉緑素が若干入ってるのかなというふうに感じられます。可愛い苗だと思います。これはちょっと
どん切りしたりなんかはできないくらい小さいですね。はい、こちらはブラックオブ通算錦の交配でできた苗で、ブラックオブ通算錦よりも窓は尖っていないですね。それで透明度が高くて、まあ、若干窓が青光りする感じで、斑の入り方もいいので、これも交配に使う予定ではいますけども、どうなるでしょうか、分かりません。花が合えばいいのですが、これは花がまだ見えていません。はい、次の苗はオブツーサニシキ寄付×紫オブツーサだったと思うんですけども、オブツーサニシキ寄付の特徴を受け継ぎつつも、より葉っぱの止まり具合は弱くなって、葉っぱがふっくらしています。これも地味な感じではありますが、斑入りがきれいに入っているので、これももう一度紫オブツーサと交配すると、より窓が丸いものができるんじゃないかなと思って、こういうものを交配、今シーズンは交配できたらいいなというふうに思っています。はい、続いてははい、続いては大花錦になります。大花錦は実は最近インスタグラムの方で元親はついに販売してしまいました。今残っているものは、大花錦が調子を崩した時に芯まで腐らないように急いでどん入りした時に出てきた粉苗です。これはちょっと明るくてちょっと見えづらいかもしれませんけども、まんべんなく葉っぱの横から見ると葉緑素が入ってるんですね。なのでノリフの苗からはノリフの繁殖苗取るのは難しいって言われてあったんですけども、なんかこれは大花錦の粉苗ができたみたいで、まあ、私としては喜んでいますね。これはまだすごい小さい苗なので、これから栽培を楽しんでまた行きたいと思います。はい、続いてはちょっと真上からになっちゃいますけども、ブラックオブ通算錦の交配になります。すごい完全にブラックオブ通算錦よりも丸窓で、とても感じはいいんですけども、まあこの通り 50% 全斑みたいな感じになっちゃってますね。半分がノリ斑で半分が全斑っていう感じになっちゃってますね。まあこれも成長するに従って変化はあると思うので、そういうことに期待しながら栽培していきたいと思いますね。はい、はい、続いてはこちらもブラックオブツーサニシキの交配で、これはもう見た通り斑の入り方がとてもいいので、これは花芽が見えてるんですけども、ぜひ種を取れたらいいなというふうに思っています。はい、今日の最後の苗になりますけども、まあ一見地味に見えるんですけども、いい感じで斑が入ってる苗になります。これも丸窓なので、まあ、丸窓という特徴が気に入ってヤフオクで購入したものになりますね。まあいずれこれらのオブツーサニシキを私としては、またメリクリのような苗を作るものであったり、紫オブツーサニシキを狙うための丸窓の、オブツーサニシキを狙ったりという交配が楽しみです。はい、それではこういう感じで今日は動画を終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。Have a nice day!